どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルのステータスマッチ方法まとめということでね、解説やっていきたいと思います。先日ですね、マリオットボンボイホテルがプラチナチャレンジを休止ということで、再開されるのはですね少なくても来年ということで、また再開自体はですね未定ということで、現時点ではですねまだわからないっていう風になっておりまして、例年通りだとですね毎年2月ぐらいにですね再開するわけなんですけども、現時点では未定っていう風になっております。本日はですね2020年9月1日現在のですねステータスマッチ方法をねまとめていきたいと思います。ステータスマッチ自体をね知りたいという方は概要欄にね動画載せておきますので、そちらね見ていただけたらなというふうに思います。でざっとね今回のステータスマッチを、解説するとですね、ヒルトン、ハイアット、IHG、アコーホテルの上級会員から申請するとマリオットボンボイねプラチナステータスをねもらえるっていうふうになっております。対象ステータスの方はヒルトンであればゴールドかダイヤモンド、ハイアットであればグローバーリスト、 IHG であればプラチナかスパイア、アコーホテルであればプラチナ以上というふうになっております。ということで、いかにねこのステータスを獲得してマリオットボンボイにね申請するかっていう話になっていくわけなんですけども、今回ねその方法についてねまとめていきたいなっていうふうに思っております。今回ねステータスマッチの方法をね解説していくわけなんですけども、大前提としてですね、ステータスマッチ自体はですねマリオットボンボイホテルが独自でね査定しているというふうになりますんで、まあステータスもそうなんですけども、宿泊実績があったとしてしてもですねステータスマッチが承認される保証はありませんので、あくまでね方法だと思ってね今回の動画ね見ていただきたいなっていうふうに思います。まずね2つ紹介していくわけなんですけども、こちらに関してはもうすでにね新規で利用することができませんので、今現在ね保有されている方のみっていうふうになります。まずねヒルトンビザゴールドクレジットカードですね、こちらは2020年6月末にですね新規発行ね終了したわけなんですけども、こちらはですね発行しただけでヒルトンゴールドがね発行しただけでもらえるというふうになっておりますんで、もしね保有されている方がいらっしゃればですね、ぜひ申請してみていただきたいなというふうに思います。また2019年に ANA のステータス修行をされた方でですね、2020年の3月から4月ぐらいに、ね、あったキャンペーンだと思うんですけども、 IHG との、ね、ステータスマッチキャンペーン行われておりました。ですのでこちらね登録された方はですね IHG のステータスね持たれている方いらっしゃると思いますんで、記憶にねある方は IHG のねステータス確認するようにしていただけたらなというふうに思います。もしね申請されているのであれば IHG のプラチナもしくはスパイア持たれていると思いますんで、そちらもね確認してみていただけたらなというふうに思います。それでですねステータスマッチの方法ですね、これからでも間に合うのをね解説していきたいと思うんですけども、まず一つ目はですねアメックスプラチナクレジットカードの発行ですね。こちらは年会費がね14万3000円するねクレジットカードなんですけども、アメプラというふうにね呼ばれている年会費がね高いクレジットカードっていうふうになってるんですけども、こちらのクレジットカードですね発行するだけでヒルトンのねゴールド会員もらうことができますんで、こちらからねステータスマッチすることが可能です。ですけども年会費はね14万3000円ということでかなり高いですよね。ヒルトン以外のねホテルステータス等々もね付帯しているわけなんですけども、年会費のね元を取るのはね結構難しいのかなっていうふうに思っております。アメックスプラチナ自体のね解説動画をね見たいという方は動画の概要欄に動画載せておきますんで、そちらね見ていただきたいなっていうふうに思います。こちらのクレジットカードね発行すれば、まあヒルトンゴールドがね獲得できるというふうになりますんで、こちらからね申請できるっていう形になります。次にですねマリオットボンボイのゴールド会員からヒルトンのゴールド会員にステータスマッチを行ってマリオットボンボイのねステータスマッチを行うっていう方法ですね。こちらに関しては本当にね一応っていう感じでね紹介させていただいたわけなんですけども、ヒルトンは以前からですねステータスマッチを行っておりまして、マリオットボンボイのゴールド会員からヒルトンのねゴールド会員に期間限定でね
ステータスマッチすることができるんですよね。そこからですね、マリオットのステータスマッチを行うっていう感じになるんですよね。まあ、これはですね、正直どうなるか全然わからないわけなんですけども、一応ヒルトのねゴールドステータスにステータスマッチ自体はね行われておりますんで、もしかしたらですけどもできるかもしれないですよね。もしねこれができればですね、本当にすごいことになるわけなんですよね。 SPGAMX ねありますよね。 SPGAMX は発行するだけでね、マリオットボンボイのゴールド会員になることができますんで、まあ、かなりすごいですよね。ですけども、まあ、こちらに関してはですね、まあ、ちょっとね難しいかなと思いまして、一応ね紹介させていただいたっていう感じになります。でヒルトのねステータスマッチ自体をですね、動画の概要欄に公式サイトね載せておきますので、そちらからね申請するようにしてください。申請方法自体はねすごい簡単っていう風になっておりますんで、ステータスとね会員番号、あとマリオットボンボイのね宿泊実績をね送るだけでできるようになっておりますんで、もしねやってみたいっていう方がねいらっしゃいましたら、概要欄からねやってみていただけたらなっていう風に思います。それでは次にですね、 IHG アンバサダープログラムの入会でプラチナステータス獲得からのステータスマッチの方法ですね。個人的にはですね、こちらが一番いいかなっていうふうに思っております。 IHG のねホテルグループにはですね、アンバサダーというねプログラムがありまして、そちらを利用するとですね、 IHG のプラチナステータスをね保有することができるんですよね。そこからねマリオットボンボイのステータスマッチをね行うっていうふうな流れになるんですけども、この IHG のねアンバサダープログラムっていうのは現在キャンペーンを行っておりまして、アンバサダープログラムにね入会するにはですね、$200もしくは IHG ポイントね4万ポイント支払ってこのステータスがね獲得できるわけなんですけども、2020年ね9月現在新規入会キャンペーンをねやっておりまして、アンバサダーにね入会後 IHG のホテルに1泊するとですね、4万ポイントの無料宿泊券がもらえるキャンペーンがやっております。こちらはですね、$200もしくはね4万ポイントということで有料にはなってしまうんですけども、マリオットボンボイのねステータスマッチを行う上でですね、宿泊実績がまあ必要っていう風になってきますので、それもね同時にクリアできるということでおすすめっていう風になっております。それではね、 IHG のアンバサダープログラムのキャンペーンの概要なんですけども、期間がですね2020年の7月30日から2020年11月の15日までに入会された方ということで、宿泊期間がですね2021年の1月31日まで、対象ホテルがインターコンチネンタルホテルズ&リゾーツ、キンプトンホテルズ&レストランズ、リージェントホテルズのホテルというふうになっておりまして、無料宿泊券が4万ポイント分ねもらえるっていうふうになっております。こちらのね IHG のアンバサダーっていうのは入会でね$200もしくはね4万ポイントでねかかるっていう風になっているんですけども、プラス1泊ねどこかに宿泊しなければならないっていう風にはなってるんですけども、4万ポイントねもらえるっていう風になりますんで、悪くないのかなっていう風に思っております。またね4万ポイントあればですね、こちら9月のね土日でちょっとね検索させていただいたんですけども、こんな感じでね横浜のインターコンチネンタルであったりとか石垣島のねインターコンチネンタルホテルね無料で宿泊することができますので、アンバサダー自体はですねお金がかかるっていう風になるんですけども、個人的にはね結構おすすめかなっていう風になっております。いかがだったでしょうか。今回ですね、マリオットボンボイホテルのステータスマッチについてね解説させていただきましたけども、どんどんねステータスマッチ申請ね通ってきた方がですね増えてきている状況でもあります。現時点ではですね、宿泊実績ね一泊でもですね申請通った方ねいらっしゃいますので、ぜひねマリオットボンボイホテルのプラチナステータスね保有されたいって方はね、ステータスマッチ挑戦してみていただけたらなっていうふうに思います。またね、このマリオットボンボイホテルのステータスマッチに関してはですね、期限がね決められておりませんので、正直ねいつ終わるか全然わかりませんので、この点だけはですね忘れないようにしていただきたいなっていうふうに思います。またですね、0日宿泊で申請ね通るかどうかについてなんですけども、これ自体はですね正直わからない部分ではあるんですけども、マリオットボンボイホテルのねデスクが言うには0日宿泊はね NG っていう風になっているそうなので、ひとまずですねどこか宿泊されてからねステータスマッチね申請してみていただけたらなという風に思います。
今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私の動画のチャンネルでですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテルのことなんかね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録ねしてない方はぜひね、チャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。